さん、かなさん、はい、三重県は鳥羽にやってまいりました。やったー、鳥羽。はい、今日の車のメンバーは、あさちゃん、かなちゃん、ちょんちょん、さっちゃん、まひちゃんです。と、きしんくん、はい、と、社長は後便で。今日は今から視聴者の皆さんからリクエストの非常に多かった企画をやりたいと思います。その名も、魚屋がキャンプをするとどうなるか。タナさん、あなたさ、虫とか嫌いじゃない？なんかトイレ問題ね、キャンプ。そうそうそう、キャンプトイレ問題だけ嫌いでしょ。でもさ、そんなあなたでもキャンプを楽しめる素晴らしい施設があるんですよ。グランピングって知ってる？あ、よく聞くでしょ。グランドキャンプ。じゃあそれ、私もさ、知らなかったんだけど、調べたらグラマラスキャンプの略。グラマラス、豪華とか華やかなキャンプでグランピング。だからもうベッドとかテントも全部あって、宿泊施設。あ、じゃあテント立てなくていいの？そう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 。で、めちゃくちゃおしゃれな空間でキャンプが楽しめるっていう。それなら嬉しいかも。でしょ。なんでそんなかなさんを今日は素敵なね、グランピング会場にお連れします。で、そこでさ、あれやりたいじゃん、バーベキュー。バーベキュー。ライブ配信でもみんなが言ってたようにさ、キャンプで何を魚屋さんだとやりますかっていう質問結構あったじゃんね。何焼きたい？やっぱ貝。あ、いいね、と言うと思いまして、今日は何の日かな。ということで、今からね、牡蠣を仕入れに行きます。嬉しい、やったー。三重って牡蠣めちゃくちゃ有名なの知ってる？そうだね。桃取りっていうね、離島があって、そこの桃小町っていうブランド牡蠣があるんだけど、それめっちゃ美味しいのよ。それをね、今日はただ買うだけじゃ面白くないから、取ってきます。取ってくる。何してたらいい？じゃあ他の食材を頼むわ。オッケー、任せて。いい。はい、じゃあここね、鳥羽のマリンターミナルに着きました。ここに船でお迎え来てくれてるみたいで合流しようと思います。今日ね、案内してくれる人なんですけど、私は跡取り会っていう会を主催してるんですよ。で、それが3年前に作ったんですけど、会社のさ、跡継ぎ2代目3代目長い方で30何代目って方もいるんですけど、特殊な悩みは、私もそうだけど、家族と一緒に働くとか、家業の方共有できる会をやれればなと思って始めたので、今100人ぐらいいらっしゃるんですけど、そのうちの一人の会員さんです。彼もね、お父さんの仕事を継いで今牡蠣の養殖をされています。ビーミズくー、最初に傘差したままでいいよ。なんで、なんで閉じたの？エクレアとコロッケです。いただきます。めっちゃ立派な船だ。よかったら行く前に撮影してください。あ、いいですか？いいでしょ。じゃあ、ちょっと見てください。はい。屋形船、沖田さん。そうです。わー、すごーい。え、もう予約いっぱいじゃないですか。お邪魔します。まいまい。え、今日、昼？今からで出航させてもらいます。そうなんだ。そうなんです。あ、これか。そうです。油断しながら ね、最高です。狭いですけど、雨の間の中に入っていってもらった方がいいかもしれないです。雨だもんね。わー、すごい、めっちゃ楽しいかも。今、まだ名古屋で仕事しながら、土日だけ家業を手伝ってる。うわー、すごい、いい匂い。あ、重たい。
すごい有名なんですけど、やっぱ桃子町より10倍事業者さんが多いからやっぱり流通してるけど、こっちの方は6社しか今いないらしくて、数がねそこまで流通しないのかもしれない。でもめちゃくちゃ美味しいから楽しみですね。ここが加工場です。で、牡蠣でここからがすごい作業が多いみたいなんで、ちょっと見てみようと思います。はい、お邪魔します。うわ、すごい。え、これは何？おお、あ、こんにちは。あ、お母さん？はい。これが、さっきみたいな感じかな。終わりです。よろしくお願いします。選別とか、掃除とか、こう。一個ずつ？はい。こうやって。箱に入れてね。まあ、お尻のとこからこう、ついてるのをこう、キュッて、あれ？はい、キュッて。すごい。はい、それが考案されてるんですか？こっちはあの、さっき言ってましたけど、3日ほどで。これが、富山市の浜食用の年金中。富山はどのくらい？18時間以上っていう基準があるんですけど、だいたい丸1日ぐらい、24時間ぐらいは。わー、綺麗。上手だ。いやさっき見たより針が出てる。ああ、そうですね、生かしてあるからね。へえ、はい、優しい。ブルブル、うわ、ありがとうございます。いただきます。
そこはだけど大体あの他の地区と比べて潮は早いもんね。まあ、おおむね身はあんまり悪いっていうことは聞いたことないので、ね、まあ、他の地区よりは潮は早い。なるほどな。やっぱ潮流れがすごいらしい。プランクトンもいっぱい取れてる。電子レンジでやると美味しいですね。そうですね。1個あたり1分か1分半ぐらいでラップして、はい、電子レンジでその殻ごと開けずに、はい、そうですね、電子レンジ1分2分するとパカッて開いてくるから調味料いらないです。ぜひお試しください。うちの社長が一番好きな牡蠣のブランドです。大体この殻が開き始めたら大体ちょうどいいぐらいです。あー絶対美味しい。もうあれじゃん、トバのマナティぐらい。ね、めちゃくちゃ美味しい。食べる？毎日食べてるとちょっとどうしても。それってすごい贅沢だよ。毎週牡蠣って美味しいね。この電子レンジでチンするのが一番なんか簡単で一番自分も食べるのが好きです、ね。あと取るって決めたらあと取り会でぜひ、ね、わかりました。あと取り会みんなも多分見てるから。あ、そっかそっか。またお願いします。ありがとうございました。わー、ありがとう。仕入れゲット。桃子町、これ何個？これ20個。20個。うわ、またね、頑張ってね。よし、ゲットしたんで、かなちゃんのところに合流しよう。さあ、今日のグランピング会場着きました。やっほー、買ってきた？買ってきたよ。ありがとう。じゃあこっからバーベキューをスタートするんですけど、うん、多分飛び込みでね、おじさんも来るかな、間に合うかな。それをちょっと待ちつつ調理していきましょう。ということで、はい、この続きは後編でお見せします。で次回の公開をお待ちください。ご提供もご視聴ありがとうございました。バイバイ。バーイ。楽しみね。これ見て、この雫のこの図。伊勢に乾杯。幸に乾杯。社長とかなちゃんが出ているお部屋に寝起きドッキリ行きたいと思います。今日も動画ご視聴ありがとうございました。ことぶき商店ではオンラインサロン、ことぶきファミリーサロンを運営しています。ただいま入会募集中です。概要欄の URL からチェックしてみてください。ことぶき商店ファミリーサロンでは一緒に釣りのオフラインイベントや、あとは YouTube の裏側を見せたり、あとは企画会議をしたり、月に1回会員さん限定の商品をお届けしたり、さまざまな特典があります。一緒にぜひ楽しみたいと思いますので、入会を募集しております。そしてパートナー会員さんもありまして、そちらではフランチャイズのオーナーさんも加入してますし、一緒に商品開発をするビジネスパートナーさんもいらっしゃいます。そちらは要事前審査ですので、もしよければエントリーのほどお願いいたします。ということで、また見てください。バイバイ。私も食べたい。絶対食べて。